はい、皆様お待たせいたしました。それでは早速始めたいと思います。山中鹿之助第1巻始まり始まり。次は戦国の始めところは信州桂尾城、38万石の城下、村上家の城下、家老楽岩寺馬之助の表門に城門入りの幕を張り、大勢の人が集まっている。はい、長野インターネット局ですけど、今、はい、長野県の須坂市に来てますけども、はい、今すごい紙芝居について、はい、作ってらっしゃるってことですかね。はい、ちょっと自己紹介をお願いいたします。はい、私この信州須坂、はい、紙芝居の里というプロジェクトというのを作りました。はい、そこの会長をやらせていただいています。内藤と申します。内藤さん、よろしくお願いします。こんにちは。はい、こんにちは。この場所は今なんていう場所なんでしょうか。これは、中町ですか。そうですね、はい、須坂市 の昔の本当の中心地ですね。商店街とかな。今日は何か作業をされてるってお聞きしたんですけども、はい、これは一体何をされてるんでしょうか。それじゃあ今日はね、ちょっと副会長 の佐藤ですけど、はい、副会長の方からちょっと、はい、こんにちは、はじめまして、私佐藤正義と申します。副会長させていただいてます。よろしくお願いします。はい、私たち今ね、こちらの方ですが、はい、塩崎源一郎さんから寄贈していただきました。何ておっしゃったんだ。塩崎源一郎さん。塩崎源一郎さん、はい、その方がですね、昭和 の最後の紙芝居の絵元として貸し出しをしていたんですけれども。絵元、はいはい、っていうんですね。そうです、貸し出しのね、はいはいはい、その方が須坂 の私立博物館の方へ、500巻ほど寄贈していただいてね、すごいお宝なんですけれども、はいはいはい、それを私たち今市民の皆さんの手で、はい、レプリカを複製しまして、はいはいはい、昔の懐かしい紙芝居、それで今の子どもたちにとっては新しい紙芝居を復元して皆さんに見ていただこうと思って準備しているんです。今ここでですね、はい、レプリカがこちらの方100巻ほど今日できましたので。100巻も、はい、100巻というか100枚。あ、100枚、はい、100枚ね。それを皆さんで貼り合わせをしていただいて、これからね、はい、うまくいってるかどうかここで見て披露していきたいと思いますので、はい、ぜひ見ていただいてと思います。はい、皆様お待たせいたしました。それでは早速始めたいと思います。山中鹿之助第1巻始まり始まり。次は戦国の始めところは信州桂尾城、38万石の城下、村上家の城下、家老楽岩寺馬之助の表門に城門入りの幕を張り、大勢の人が集まっていた。それもそのはず、今日はめでたい一人娘さらしな姫の婚礼の当日であった。愛木森之助とさらしなの結婚式。さらしなは小町娘です。正面に並んだ二人の姿はちょうど雛人形のように美しかった。その頃、神社の境内にある茶店の将棋に腰を下ろしている若侍は、自責画廊の弟牧島大八郎とその友人たち、酒を酌み交わしながら語っている。森之助ごとき孤独者にさらしなとはもったいない。嫁にもらう方も行く方もどうかしている。まったくだ、考えただけでも尺だ。話のさなか、新妻のさらしなを連れて森之助が参詣に来る姿を目にした大八郎。おい、噂をすれば何とやら
森之助が来るぞ。恥をかかせてやろう。おう、よかろうやろう。つかつかと森之助や更科の前に歩み寄り、ああ、森之助どんだ。この度は出世でござるの。出世のできぬ者は上役の息女を女房にして出世する。ムカッとした森之助。大八郎は森之助の胸を肉肉しげに叩きながら、腕に自信があるなら拙者と一本手合わせするか。とてもあなた様の敵ではございません。この六のすっとめ、情けないやつだ。それから数日後、お供を連れた更科が神前に手を合わせた。夫は恥ずかしめを受けても手も出せぬ弱い人です。どうか強くなりますように。参詣を終えて帰らんとした更科の前に、かなり酔った武士たちが立ちはだかった。こりゃ女、酒の相手をせい。無礼をなさいますと許しませんぞ。怒るな怒るな。更科は女ながらも見事な腕前。えい、押さえつけようとする武士を見事に投げつけた。こいやつ手向かいするぞ。男に勝る腕前を持つ更科、驚いている武士たちであったが、果たしてこの先どう話は展開することになるのやら。山中鹿之助第一巻、これにておしまい。今後どんなふうにこう活動されていこうと思ってますか。そうですね、私たちがこれ始めたのが、3年前、ちょうど今年3年目になるんですけどもね。でこの作品については、貴重な日本の、文化的な 紙芝居の世界では文化的なものなんですね、だからそれが須坂にあったということで発掘したんですけども、でこれを大いに利用して、市民だけでなくて他の方にも大いに楽しんでいただくと、そんな風に進んできてまして、で今4種類ほどこの作品があるんですけども、今山中鹿之助とかね、 ちびっこの冒険とか、黒熊王子とか、そういう非常に、そのレベルの高いものがありまして、でこれをみんなで演じて楽しみましょうと、そういうことでスタートですが、これからはこれを市民の皆さんの中でいろいろこう演じましてね、いろんな場所で、紙芝居というと学校とかね、限られているようですけど、そうじゃなくて町の中で、特に私たちが一番楽しみにしているのは街頭紙芝居、昔紙芝居は街頭でありましたよね。で、あの世界を再現しようということで今準備しておるわけです。はい、自転車、実際私も行ったことあるわけじゃないですけど、はい、自転車で来たおじさんがなんか子供を、はい、集めて、はい、ちょっと広場でやってるっていうイメージがあるんですけど、はい、ちなみにその通りですね。終戦直後以降、昭和30年代の半ばまで非常に日本中でそういう姿が見られてる。で今もね、いろんなところでやるんですが、はい、子供たちとても人気あります。本当に私たちよく言うのは肩寄せ合ってというんですけど、はい、親しくね、いろんな友達とか集まって、それでこの狭い場所ですからね、それをこうみんなで一緒に楽しむと、そういう世界を大事にしていくという、とてもね人気ありましてね、だからまたいつ来るのなんていうことを結構言ってくれる子どもさん多いんですよ。一つのそのストーリーが、はい、とっても短いですけど、だいたい続けていくつかやるんですかね。そうですね、だいたい一つが、そうですね、やり方にもありますが、5分そこそこですから、でそれを、すごい実際語る方によって違いますからね、少し伸ばしたりして、そして終わったら、その日は、
一貫10枚ぐらいで終わることもありますし、それがまあ2つとか。それは同じストーリー。え、そうですね。続きってことですね。続きですね。これはその絵本の都合でそのストーリーが一つに分かれてるわけなのね。え、そうですね。一つの話が終わるんですか。終わらないんです。終わらないんですよね。先ほどね、さあこの続きは果たしてどうなるっていう、そこは皆さんどっと笑うところなんですけどね、はい、そういう形で繋いでいくわけですね。なるほど、ね。それが非常に絶妙なタイミングなんですね。はい、そこが見せ所ですね。そうなんです。だから演じる方がね、やっぱり工夫してやると本当に大阪には一流の方いらっしゃるんで、はい、その方たちのなんか聞いてると本当に楽しいですね。ワクワクしてきます、ね。はい、まあ、子供さんの娯楽というよりもやっぱ大人たちもやっぱちょっと楽しみになりますよね。そうですね。大人の方もね、はい、まあ子供のものだというふうな思い方はしなくて、はい、結構自分たちも楽しんで。じゃあ、紙芝居のおじさんが来ると気打ちを打つんですか。そうですね。それを聞くと、はい、じゃあ家族で、はい、その代表、まあ、へ出向くような感じなんでしょうかね。ゆくゆくはね、そういう機会をうんと増やしたいと思ってますが、はい、去年ですかね、恵比寿港ってのありますよね、はいはい、あれでその機会皆さん大勢来ますよね。でその時に町の辻でやったんですよ、はいはい、したらものすごく評判良かったんですよ、ね、もう近所の人もびっくりするぐらいどっと集まって。なんか今聞いてましたけど、当たる人もなかなか心がこもってて、はい、すごく心の中に入ってくるような感じがしましたね。まあ、作品が生きたものにするにはね、やっぱり演じる方が工夫して楽しくしていかなきゃいけないけど、まあ、今やった方なんかはね、非常に、もうよく慣れていて工夫してますね、はい、ぜひ末永くお元気で頑張っていただきたいと思います、はい、そうですね。須坂から発信してぜひ広めたいと思ってます。また、はい、イベントの時は取材に行きますので、お願いします。楽しみにしてください。はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。さて、また明日と言ってからどれくらい時が経ったのやら、お話はもうすでに30巻となっております。この時には1巻目の更科には子供が生まれ、猪之助と呼ばれておりますが、さあ山の中で育った猪之助のこれからの活躍をご覧いただきます。山中鹿之助第30巻始まり始まり。命を救われた猪之助とその母は若き侍鹿之助を慕うようになっていた。猪之助、お前は山中様の家来にしてもらって出世しておくれ。だけどおら、おっか一人残してはいかれねえ。その夜、猪之助が目を覚ますと母の寝床は空だった。おや、おっかがいね、どうしたんだろう、心配する猪之助。その時、あ、手紙だ。枕元の手紙に気がつきました。不安を抑えて読んでみると、猪之助、私がいてはお前の邪魔になる。私はこの世を去ります。お前は山中鹿之助の家来になって立派な人になっておくれ。おっか、おっか。家を飛び出し母を探す猪之助。しかし時はすでに遅く、我が子の出世を願いながら病弱な母は谷川へと身を躍らせた。翌朝、猪之助が探し当てた時、母はこの世のものではなくなっていた。おっか、おらきっと山中様の家来になって立派なお侍になってみせる。墓前に誓う猪之助です。涙で濡れた頬の川沼に猪之助は鹿之助を追って旅立ちました。あ、あれは
山中鹿之助様に違いねえ。鹿之助様、鹿之助様、拙者は鹿之助ではない、猿之助じゃ。ほんとだ、猿そっくり。こりゃ無礼を申すな。すいません、お許しを。お人違いでした。その頃鹿之助は大地を踏みしめ旅を続けていた。行く手に悪人があればそれを懲らしめ、困った人あればそれを助ける、正義の旅です。鹿之助の行く手を待っているのは果たして。第30巻、この続きはまた明日。